暑い暑いんです。夏です。本日海の日の前の日、海の日の前の日、7月の19日、稲食な日です。ありがとうございます。パテモノ協会でございます。今回はねカレー食べたかったけど、こんなのピンタオかな、ピンタオしといて、これサムネイすっから、イワシカレーとサバカレー、イワシカレーとサバカレー食べる。というわけでね、これレンチンしてきたんやけど、結構見た目汚いからお気をつけて。うわっ、汁が、油が出てる。ちょっともうピントとか合わせや、こんな時にちゃんとバカかす。こんな感じね、これなんかこのねカレー汁が出てるの、この辺とか。もう2つもやっちゃったからね、たっぷりなるようになっちゃったよ。ちょっとなんかの汁が俺のズボンの上に、白のズボンちこってよかった、純白のパンツじゃなくてよかった。あーなんかもこ、あー邪魔や。というわけで、どっちがどっちかは分からないけど、多分食べたら分かるよ。というわけでいただきます。うまいんかな、多分こっちがサバかな。いただきます。うん、サバ結構あっさりしてんな。うん、魚のカレーだけあって、で真ん中に乗ってんのはあの唐揚げとコロッケで、こっちがイワシね、イワシカレー。うん、あ、これサバは大きい魚やから切り身で入ってるけど、イワシはこうぶつ切りした状態で入ってるんで、逆に食べ応えはイワシの方がね、イワシの方が好きかな。うん、味は両方ともそんな辛くない。うん、むしろ甘くて、俺結構高かったよねこれね。何ぼれしたっけ、300円、400円ぐらいしたんちゃうかな。うん、うん、熱いな。うん、どうしても今日はねカレーか天丼な気分やったんで、うん、うまい、うまいけど熱い。うん、あ、こうね汗をかきつつカレーを食べる、うん、これはこれでまたいいもんね。うん、どうすんの、次はこれ味噌汁、青さんの味噌汁、エビの殻で出しとりました。うん、うわ、うん、うん、うまい。見た目は汚いけど、まあだけど、ドロッとしたカレーがお好きな方には多分向かないかもしれないね、これね。うん、結構サラッとしてて味もあっさり。うん、あっこれは全部うまい。まあね、さすが昭和初期の扇風機だけあるわ。
なかなかまめ。うん、涼しい。もしかしたら扇風機のブーという入ってると思いますよ、うん、夏というか、うん、うん、いや、俺やっぱイワシの方がいいな、サバより。けど、別にシーフードカレーじゃないんやから、まあ、シーフードカレーやけど、サバとかイワシにする必要ないよね。だからイカとかエビの方がやっぱうまいよね、うん、あと貝類とかね、出汁、うん、の力が違いな、違うねやっぱね、やっぱこれレトルトとかさ、缶詰はやっぱり手作りのカレーにはなかなか勝てへんよね、うん、やっぱカレーってやっぱ各家庭のカスタマイズされた味があるから、まあ、俺やったら俺の家の俺の自分の食べたいカレーにカスタマイズされてるわけよ、もちろん。やっぱりちょっと違うねやっぱな、これアレンジした方がよかったかもしれないな、まあ、そのままで食レポやから一応、うん、まあ次買うか言ったら買わへんかな、うん、うん、うまい。エビガラで取った出汁うまいな。うん、タバコイワシか、やっぱイワシの方がうまいな、うん、まあね、こんなに食えば満足するな、うん、ネギも結構な量あったしな、うん、最後はキューちゃんのご飯やな、キューちゃんご飯、ここに来てのキューちゃん飯、うん、やばいな、このためにカレーを食うだろうというぐらいここがうまい、
というわけで、サバカレーと、ピーターはすみません、サバカレーと、イワシカレー、食べました。うん。まあ、多分もう変わんないけど、うん、変わんない。もっと、ゴーゴーカレーみたいにドロッとした食べたいです。ドロッとしたいです。というわけで、パジャマス業界でした。お疲れ様でした。12時半か。ちょっとゆっくりですね。